タバコがうまいってことは生きてるってことか。ったく、タバコもゆっくり吸えやしねえ。最後のタバコだ。ゆっくり吸ったらどうだ。優しいついでにこの戦いの真相を教えてくれないか。いいだろう。ロシアでクーデターを起こした時、我々のバックにはアメリカがついていた。やはり大統領か。我々の政権を支持するという約束でね。何？どういうことだ。だが我々は騙されていた。アメリカにはリーダーシップを取り戻すための戦争が必要だった。戦争の口実に使われたってわけか。やられる前に宣戦布告をした。それだけのことだ。大統領のやろうとしたことは許せない。だからといって大量殺戮兵器の使用が許されるわけじゃない。これは正当な報復だ。アメリカの許可など必要ない。やるしかなさそうだな。
度が悪い。誰だ、リミッターの解除を要請する。危険よ、あなたの体が持たないわ。やられちまえばどの道も同じなんだ。早くやってくれ。に操っていたようだ。こいつは小型の核爆弾だ。楽しませてもらったよ。ザイテン、貴様コロニーごと吹き飛ばす気か。こんなクソなのアメリカに返すと思うか。クソ、そんなことより早く逃げたらいいのか。中身は黒いな。ふざけやがって。エルダ、そっちに向かう。上にある脱出用ポートに乗って。わかった。
サム、嘘でしょ。勝手に殺すな。まだ死んじゃいねえよ。サム、生きてたのね。大丈夫。残念だったわね。ああ、結局俺もバーンズと同じだな。自分のエゴのために他人を犠牲にしちまった。でもたくさんの命が救われたことは事実よ。ああ、これで新政府樹立の挨拶は終わりだ。次の作戦に移るぞ。悪あがきもここまでね。